前田、旗手、大活躍、とんでもないことに。セルティックは、スコティッシュプレミアシップ第3節で、セント2連と対戦した。セルティックは開始3分、主将マグレガーのゴールで幸先よく先制する。そして33分には追加点。アリスター・ジョンストンが、ボックス内に浮気玉のパスを送り、前田大然がヘッドで落とすと、走り込んだ旗手レオがそのまま、ボレーシュートを突き刺した。日本代表ミッドフィルダーの今季2ゴール目で、2点をリードして前半を折り返す。リードするセルティックは後半も、試合を支配する中、59分には、古橋翔吾と9の投入。直後には前田大然、旗手レオと絡んでチャンスを作ったが、9のは生かしきれなかった。さらに古橋翔吾が鋭い抜け出しから決定機を迎えたものの、ゴールキーパーのファインセーブに阻まれている。前田大然もコーナーキックに頭で合わせたが、3点目とはならなかった。それでも71分、アリスター・ジョンストンのゴールでセルティックはリードを3点に広げることに成功。このまま 3-0 と快勝を飾った。セルティックでもう4年目だし。さすがに30までセルティックにいる姿も想像できないから。年齢的にも近い将来、そろそろ移籍のタイミングが来ることは間違いないと思う。今年は、セルティックでの集大成と呼べるぐらいの爆発を期待したいね。スコティッシュは、クラブ間の財政格差が大きいからな。ウィキペディアによれば、セルティックの選手1人当たりのサラリーは、レンジャーズの約2倍。そしてセルティックの人件費は、リーグを構成する12チーム中、他の11チームの人件費を合算した数値とほぼ同じとのこと。選手それぞれライフプランがあり、家族もいるので、難しい問題だろうけど、アスリートとして、競技面を考えた場合、セルティックである程度、地位を確立したら移籍してもいいんじゃないかな。日本人3人種は思考。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。